はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございまーす。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんに似てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、チーズをね、料理に入れる分量をね、半分にしたらね、下痢が治りました。っていうかね、チーズって下痢すんのって思ったんでしょうけどね、それは人それぞれなんですよ。まあ、結果的に料理に入れる量を半分にしたら下痢にならんかったっていう話なんですわ。で、料理っていうでも、まあスムージーなんですけどもね、まあ、僕の飲んでるスムージーをね、説明しますとね、野菜6割、肉2割、米2割の割合で水を好きなだけ分量を入れて、でその後にブレンダーでスムージーにしてます。で野菜は気分でね、その都度入れる食材を変えてます。ちなみに10種類以上はね、野菜を入れるようにしてます。まあ、かっこよく言えばね、スムージーなんですけどもね、実際にはね、流動食でございます。流動食っていうのはですね、その固形物を除去した流動タイプの食事のことでして、で具なしのね、野菜スープ、重い湯、ジュース、牛乳、くず湯などを利用します。流動食は咀嚼、噛むことをね、しなくても食べれることと同時にですね、消化がいいこと、刺激が少なくて味が淡白であること、口当たりが良いことが条件です。これです、まさにこれですわ。でこの食事をするようになってからね、痩せるスピードがね、速くなったというかね、この体重が減るのが速くなりましたね。まあ、飲む量はそれなりに多いので満腹になるのでね、まあ満足感もあるしね、最高です。ではなぜこの食事をするようになったかと言いますとですね、僕はね、白血病で骨髄移植をして、副作用は合併症を抑えるためにですね、免疫抑制剤というのを服用してます。しかし全てのね、副作用とか合併症に効くわけじゃなくてですね、今僕の体の中では口の中のね、粘膜障害がね、起こっています。これもね、骨髄移植によるね、副作用です。それによってほっぺたの内側、がね、ひどくね、ただれて、で舌が、ベロがね、麻痺して、で少しでも塩分が高かったり、少しでもその味付けが濃いと感じるものを食べるとね、口の中に痛みを感じます。そしてその免疫抑制剤がね、また厄介者でしてね、糖尿病になりやすかったりですね、骨や歯をね、柔らかくしてしまって、骨粗しょう症とかね、虫歯になりやすくなります。現在虫歯がね、山ほどあってですね、歯磨きをしててもね、追いつかずにですね、虫歯がどんどん増える一方なんです。そのね、過去にね、虫歯治療でね、詰めたはずのね、銀歯がね、ポロッと取れてしまうほどね、歯がね、柔らかくなりました。あれ最近取れたやつはね、ほんまにいつぐらいだったかな、12年ぐらい前に詰めた銀歯やったんですよ。それがね、最近そのポロッと取れたんで、もうね、焦りましたね。まあ、それほどの力がある薬なんです、免疫抑制剤っていうのはね。で、そしてその糖尿病にもなりやすいので、血液中のね、悪玉コレステロール、中性脂肪の数値がね、基準値の上限をね、超えてしまっています。そしてね、高血圧でした。そんなそれらを回避するために流動食を飲んでいます。まあね、あの以前の動画でですね、その糖尿病のね、ための食生活の食事法っていうのをね、動画にしてるんでね、よかったらね、検索してみてください。ほんでね、そのヤスは闘病中やのに、そんな食生活でいけんのってよく聞かれるんですけども、まあ、管理栄養士さんからね、指導を受けてますので、しっかり指導させてもらってますので、ね、まあ、安心してください。でね、その流動食の定義からですね、刺激が少なく味が淡白であること。これで、粘膜障害でも食べれます。味付けは一切せずにですね、素材の味を楽しんでいます。ほんで、固形物を除去した流動タイプ、咀嚼をしなくても食べれること。これでね、噛まなくてもいいので、穴ぼこで虫歯だらけであっても歯には詰まりません。多少は詰まりますけどね。ちゃんと歯磨きはしますよ、ちゃんとね。でもそしてね、固形物を除去した流動タイプに関してはね、もう一つあってですね、その、喉も粘膜もね、実は弱いんですよ。まあ、口腔内なんで、喉も一応口の中なんで、喉の粘膜も弱ってるんです。だからね、その咀嚼が甘かったら、そのまあ喉越しでね、その物を噛む時にね、その咀嚼が甘かったらですよ、喉越しで喉に傷がついて、しばらくね、めっちゃ痛いんです。例えば唐揚げとかね、その天ぷらの衣がね、噛むのが甘かったらですね、その噛み砕けてなかったら、そのまま喉を通ってね、喉を攻撃します。その噛めない状態でね、食べるのはね、まあ、悪いんですけども、でも美味しいからね、たまには食べたいんですよ。そしてまあそういうことがね、行われた後はですね、その痛みがね、治るまでね、水すら飲むとね、痛いです。まあ唾も飲み込めません。まあ、水がね、傷口に染みるんですわ、ほんまにね。
あの傷口がある状態なのを忘れてて、お風呂に入ってシャワーをシャッてかけたらね、痛い時とあるじゃないですか、まあ、あれと同じ感じなんですよ。もう地味に痛い、もう地味に痛い、まあ、そんな体の状態なので僕は流動食にたどり着いたわけなんです。そして今最初にお話ししてたチーズなんですけどもね、まあ、流動食を作る時に体にいいものを栄養も考えてね、バランスよく食材をこう選んでね混ぜるんですけどもね、そのチーズを選んだ時の流動食を食べた後に行くトイレはね必ず下痢でした。でチーズを選ばなかった時は下痢はしませんでした。だからといってね全く食べないことはね逆に体に悪いので、まあ、せっかくやしねチーズから摂取できるそのタンパク質、カルシウム、脂質、ビタミン A、ビタミン B2 かなどとねいった栄養もね取り入れたいとね思ってるんですよ。でそこを考えてですね、一食に使うそのチーズの分量をね半分にしてみたらですね、まあ、その後のトイレはね下痢をしませんでした。まあ、チーズはだいたいね1日に多くともね 20g でチーズからの栄養をね十分ね取ることができると言われてますので、でも僕にしては、多かったんだと思ってね、まあ、思い切ってね半分のね 10g にしてみたんですよ。そしたらね下痢をすることなくその日をね快適に過ごすことができました。だからね、それを思いつくまではね、その朝ごはんにチーズを入れたらね、一日下痢やったんですわ。夜ごはんに入れたらですね、夜中にね、下痢でね、目が覚めてしまうという始末なんです。まああれはね、睡眠を妨げられたのでね、地獄でしたね、ほんまに。まあこれもほんまに人それぞれなんですけども、何でもね、体に合った食べ方をね、探さないとね、いけないんですよ。もう勉強になりましたね。身をもって体験しましたわ。そしてこれはね、スムージー以外の料理でもできてしまう裏技なんですけども、裏技ですよ、よく聞いてくださいね。痩せたい人は味付けをしない料理に挑戦してみてください。もう一度言いますよ。痩せたい人は味付けをしない料理に挑戦してみてください。まあね、調味料を使わないということなんですけどね、まあ、その調味料を使わないだけでね、ただ茹でるだけですけども、そのまあ多少はねカロリーオフにもなりますし、まあ、余計な塩分や脂質をねカットできるんです。そのまあ調味料に含まれているね塩分や脂質ってね案外多いんですよね。まあ、お肉もね魚もね茹でるだけ焼いただけっていうのもですね素材の味があるんですわ。まあ、慣れればねほんまにやみすぎですよ、本当にね。でもね、その味に関しては保証しません。感じ方は人それぞれなんで、まあ、これはね僕のようなね自作流動食上級者ならではのね戦法ですけどもね、納豆も入れてしまいます。納豆スムージーに納豆を入れちゃいます。うわ気持ち悪いと思った方もねいけると思いますけども、ね、もうそれは人それぞれのね味の感覚なんでね、それはちょっとね優しい目で見守ってあげてください。まあ、もちろん納豆を入れる時もですね、あの添付されてるタレやからしはね一切入れてません。あれを入れるとね一気に味が濃くなるんでね捨ててます。あとね、どうしても味が欲しい、もっと味を楽しみたいという人はですね、まあ、かぼちゃとかもともと味が強い食材をね使ってくださいね。あとまあフルーティーにしたかったらバナナを入れればねもうバナナの味しかしません。でミントをたくさん入れてもらえばモヒートのような香りがしますし、で和風がお好みならばね大葉をたくさん入れてください。もう美味しそうでしょ、大葉の味がしてね。まあ、流動食のね見た目がね受け付けなかったらね、温野菜とかねそのお鍋っていう風な感じでね食材そのものの味をね楽しんでください。まあ、どんな料理に関してもねそうなんですけども、野菜は量を多めに何種類も使うことをお勧めします。まあ、その中でもねおすすめはね本当に緑黄色野菜です。まあ、緑黄色野菜っていうのはね、実際その野菜って大体緑黄色野菜なんじゃないの。でも実際緑黄色野菜って何って聞かれても、そのパッて思いつくだけの野菜しか出てきえへんと思うんですよ皆さんね。でもね調べたらね結構あるんですよ。何種類か忘れましたけど、僕もそのネットで調べながらね使って買い物行ったりしてするんで、一個一個別に覚えているわけじゃないんです。だからね一度調べてみてください。まあまあありますんで。でそしてね、その野菜とかはね生で食べてもねいいんですけどね、火を通した方が栄養価がアップする野菜もあります。これは本当にね、生で食べるのが苦手な人だったらもうより一層していただいた方がね体にもいいですからね、効果的です。まあね、最終的にはね野菜の話になってしまいましたけども、本当に野菜ってねおすすめですよ。スムージーね、野菜スムージーの話だったんで、ね、野菜の話になってしまったんですけどもね、まあ、草食動物になった気分でね野菜生活をね楽しんでみてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。